そして福岡市では今日から75歳以上の高齢者を対象としたワクチン接種の予約が始まりました。電話がかかりにくい状況は相変わらずなんですが、かかりつけ医で予約できる福岡市ならではの混乱も見られました。接種券で持ってきてもらうだけでいいんです。予約だけなので福岡市中央区のクリニックでは、私たちが取材で訪れた午後4時過ぎでも電話での問い合わせがやみません。福岡市のコールセンターは朝から電話がつながりにくく、予約を希望するお年寄りが向かった先はかかりつけ医でした。通常の診察や接種予約をしに来た高齢者で、クリニックの外は一時人であふれたということです。受付に関しては電話が鳴りっぱなし、一部の方は接種券をお預かりしたり、それから患者さんがやっぱり接種券を持って直接来られてますので、パソコンを使ってネット上で予約を取ると。このクリニックでは24日から個別接種を開始しますが、今日で6月上旬まで予約が埋まったということです。